ネイレウスは、ウッズホール海洋研究所によって建造された、ハイブリッド式の無人潜水機である。世界最新のチャレンジャー怪物の調査ができるように、設計され、最大震度1万1000メートルでの研究に、運用されるようにできている。ネイレウスの名前は、全米の高校生と大学生から募集された、ギリシャの海の巨人であるネイレウスにちなみ、2009年5月から、 チャレンジャー海部地の深海調査を開始し、2009年5月31日に海底に到達した。この潜水で、ネーレウスは、震度35,768フィートに到達した。2014年5月10日に、ニュージーランドのケルマデック海溝の水深9,900メートルの深海探査中に水圧により、大破してロストした。通信は午後2時頃に途絶して、 残骸の調査から高圧で圧壊したことが明らかになった。ハイブリッド式の遠隔操作無人潜水機とは無策または戦場の操縦者から細い光ファイバーによる有策での運用のどちらでもできることを意味し、これにより深海でも高度な運用が可能になる。新鮮の周囲を樹脂で被覆された光ファイバー線の直径は毛髪と同じくらいの直径で4キログラムまでの 張力しか耐えられない。およそ4 0トルのケーブルを、母船上と潜水機本体のそれぞれに備えられた2個の缶コーヒー台の小型の容器に入れて運び、降下に伴い繰り出す。この細い線は、従来の柵より小さく、軽量で廉価である。ネイレウスの重量は、空気中でおよそ3トンで、全長約4.25メートル、幅2.3メートルである。 深海の高圧下で作動するように慎重に試験された4000個以上のリチウムイオン電池から電力を供給される。浮力剤として一般的な潜水艇に使用されているはるかに重いシンタクチックフォームではなく正確に設計されたセラミック球を使用する。機体の上部に2個あるそれぞれの尖閣には高圧下で使えるように特別に設計されたおよそ 700から800個の9センチメートルの放浪の玉が満たされる。セラミックは同様に従来はチタン製だった耐圧核にも使用される。シンタクチックフォームも一部で使用される。限られた容量の充電池からの電力で作動する高効率で軽量のロボットマニピュレーターを資料採取のために備えており、高圧化でも油圧で運用できる。 有作の代わりに、ネイレウスは自由航行モードに切り替えて、海洋艇の測量を目的とした自立型無人、潜水機としても運用可能である。機体の設計において設計チームはこれまでに、開発された自立型無人潜水機と有作式ロボットの経験を活用し、広大な海洋艇を調査するために、あたかも航空機のように飛ぶだけでなく小さな領域に止まって実験したり、 岩石や海洋生物資料の採取を可能とする遠隔操作型無人潜水機に容易に転換できるハイブリッド機に仕立てた。マリアナ海溝のチャレンジャー海淵にしたい平洋のグアム島の近くにあるマリアナ海溝のチャレンジャー海淵には世界最新の海洋艇として知られる場所がある。2009年5月31日に ネイレウスは1998年以来進めてきたマリアナ海溝の調査において初めて震度1902メートルに到達し、ネイレウスは当時運用中の世界最新まで潜水可能な深海探査機になった。この潜水を達成するために大気圧の1000倍以上の気圧に機体は耐えなければならなかった。10時間以上、海溝上に止まり、2時間映像を母船に送信した。 ネイレウスは太平洋のチャレンジャー海部地の海底に到達した世界で4番目の潜水艇である。1回目は1960年1月23日にアメリカ海軍のダン・ウォルシュ中医とスイス人の技術者であるジャック・ピカールの2人を乗せて到達した有人潜水艇バチスカーフトリエステである。2回目は1995年3月24日に 日本の海洋探査機海航が無人潜水機として初めて到達した。3回目は2008年6月3日にアビスモが海底に到達した。ネイレウスは同じ場所を目指し2009年5月31日に海底に到達した。2012年3月26日にジェームズ・キャメロンがディープシーチャレンジャーでこの海底に到達した。海底でネーレウスは 液体と岩石の標本を採取した。この共同探査の副主任科学者であるパトリシア・フライヤーは資料に関して以下のように述べている。私たちは海溝周辺の沈み込みのすべての関係が海洋全体における化学変化や海洋と大気の相互作用と気候変動のような事象への潜在的な影響がもたらされるか知りたい。マリアナ海溝は その海域で世界の火山噴火と地震の大半が起こる、全長2万5000マイルにも及ぶ、バテ状の環太平洋火山帯の一部である。ここは2つのプレートの境界であり、太平洋プレートがマリアナプレートの下へ沈み込んでいる。ネイレウスの探査により、プレートテクトニクスに関する新たな知見が得られることが期待される。実質的なネイレウスの開発者であるウッズホール。 海洋研究所のアンディボーエンは、海溝は、実質的には、未踏で私は、ネーレウスが、新しい発見をもたらすと確信している。私は、それが、海洋探査の新しい時代の始まりを記すことを、信じている。と述べた。彼は、ネーレウスは、このような極限的な深海潜水において、技術的挑戦の最高峰に到達したと、記述した。 2014年5月10日現地時間の午後に頃、ネイレウスはニュージーランド北西のケルマデック海溝の水深9900メートルの深海探査中に16000、プシーの高水圧によって悪壊したと信じられる。悪海の原因は浮力剤として使用されている中空のセラミック球の一つが深海の高圧化で悪海し、その衝撃波が伝播して隣接するセラミック球が 連鎖的に悪化したと推定される。高圧化での爆縮で生じた衝撃波が連鎖して破壊に至る類似の現象は2001年11月にスーパー神オカンデの光電子増倍管の破損時にも発生している。浮力剤としてシンタクチックフォームを使用している潜水機では有人式、無人式を問わずこのような浮力剤を原因とする事故の事例は報告されていない。 ウッズホール海洋研究所の深海探査機の創出は2010年3月に地理の沿岸でアベが失われた事例がある。ネーレウスはウッズホール海洋研究所の生物学者で同様に機体の開発にも関わった主任科学者のティモシー・シャンクの下でアメリカ国立科学財団の講演するヘイデル・イーコシストムズ・スタディ計画の一環として開港の最初の系統的な調査を完了するために 派遣された。研究船であるトーマス・ g トンプソンから制御された。40日の期間の30日目に9時間の潜水予定でおよそ7時間で、ネーレウスは失われた。規定の緊急回収手段の失敗時に、チームは先行海域付近で捜索を開始した。悪壊したネーレウスの一部であると識別された、残骸の複数の破片が海上で見つかった。 乗組員たちは確認して、事故の状況に関する、より多くの情報を得るために破片を回収した。これにもかかわらず、ウッズホール海洋研究所の研究監督の、ナリー・マディンは、風は海洋探査のための水中調査機を開発、製造、運用し続けるであろうと述べた。ありがとうございます。